今川動画製作所。俺の名前は梶小次郎、今川組の部屋住みだ。うー、小塚さんのルーティン動画が受けたらしいので俺のルーティンをやることになったようだが、今川組部屋住みとしての俺の生活はすでに動画化されてるし、牧村さんのマンションにいる時の話はガイドブックで小説化されてる。なので特に言うことはない。終わり。終わりじゃねえし、なんかもっとあるだろ。動画になんねえじゃん。そう言われてもヒロの方を先に撮影すりゃよかったじゃないですか。ヒロは今部屋片付けてんだよ。ヒロの片付けなんて待ってたら年単位で終わんねっすよ。いやマジで俺の場合ネタないんですよ、もう出ちまってるし。けどさ、休日のルーティンとかは出してないわけじゃん。それはどうよ。部屋住みはめったに休日ねえの知ってるじゃないですか。俺の次の休みなんていつになるか。あ、兄貴、今日家事がそっち行く日ですけど休日にしちまっていいっすか。動画撮りたいんで。小塚さん、ヒロはそのままそっちってことで。はいはい、オッケーっす。じゃあ今日休みでオッケーだってさ。事務所の雑用は他の誰かに頼むって。小塚さんのその行動力なんなんすか。つうわけで起きるとこから撮り直しな。俺は梶小次郎、今川組の部屋住みだ。今日は珍しく俺の休日である。であるじゃねえし。もともと部屋住みで事務所にいる時は6時には起きる俺だが、休日も8時前には起きている。すっかり早寝早起きの癖がついてしまっているのだ。でもって早く起きてもすることがないので事務所の掃除をする。やんなくてもいいんだけどな、気になってしまうので仕方ない。ヒロほど真面目な気質ではないが、やらないと落ち着かないようになってしまった。そんなこんなで腹が減った頃、事務所を出る。普段は朝飯は事務所で適当に食べているのだが、今日は朝マック行くかな。ギリ間に合いそうだ。朝マックでダラダラしながら昔の知り合いに連絡を取る。安藤、今日暇？安藤は別の組の組員だが、うちと敵対してるわけでもないので普通に遊ぶ。よう、今日どうした？急に休みになってさ、お前車買うっつってたから見せてもらおうと思って。それがよ、ちょうど俺が車買おうとした矢先、うちの兄貴が車ぶっ壊してよ。何したんだよ。普通に事故だよ。煽り運転失敗してガードレール乗り上げたんだと。んで兄貴がすげえイライラしてる。このタイミングで車買えねえじゃん。だから延期だよ延期。ああ、そりゃ買えねえよな。つってもうちは親分も大した車乗ってねえから、そんないい車買えねえんだけど。組にもよるが、組員は基本的に親分や兄貴分よりいい車に乗ることは避ける。ちなみに最近幹部は高齢化が進んでいて、見場ではなく実利を取るので、昔のようにベンツだとかセンチュリーだとかいうこともなく、大番組の幹部もほとんどがアルファードのようなミニバンに乗っている。広いし乗りやすいし便利なのだ。お前暇なら井上の店行かね。すげえいい革ジャン入ったって言ってたから。マジで？井上は昔馴染みで、現在は露天商に毛が生えたような店をやっている。だがここのアクセサリーやジャケットはなかなかに趣味がいいので、俺はよく足を運んでいる。なんだよお前ら、開店前だぞ。いいじゃねえか、ほら開けろよ。この間言ってた革ジャンってどれだよ。言っとくけど値引きしねえからな。おお、かっこいい。いいじゃん、いくらだよ。38,000円。とっこアホか、むしろ安いわ。買おっかな。は？部屋住みなんだから金ねえだろうがよ。いやまあそうなんだけど、俺兄貴が結構くれっからさ。そうなのである。部屋住みである間、組の雑務を全てやらされる代わりに、衣食住は組が持つので生活費はかからない。だが給料は出ず、たまにもらえる小遣いが部屋住みの唯一の収入になる。そのため以前はかなり懐事情が厳しかったのだが、泊まり込んでまで俺の面倒を見てもらってるからさすがに悪いからねと、兄貴は毎月一定額を俺らにくれるようになった。多分大卒の初任給くらいだと思う。衣食住は完全組持ちで、プラスそれなので相当割がいい。よし買うわ。マジかよ、鍛えてガタイ良くなったからよ、こういうのもいけんだろう。なんかやってんの？兄貴のマンション、住民が使えるジムがあんだよ。俺ともう一人の部屋住みもそこ通ってんだ。あー、す
げえ。牧村の兄貴のマンションはめちゃめちゃ居心地がいい。部屋はヒロと2人一緒だが交代で使ってるのでほぼ一人部屋だし、ヒロは片付けが苦手だが物の置き場所さえこっちで決めてしまえばそれに従えるので特に問題はない。部屋は広いし綺麗だし、冷暖房や各種サブスク完備。マンション内はジム以外にもバーや喫茶店、小さめのコンビニまである。さらに建物の1階には医者や歯医者なんかもあるので、大概のことはマンション内で完結してしまう便利さだ。それに兄貴は他の組員と違ってゆるい。俺のことを何かと気にかけ好きにやらせてくれるし、うっかり寝過ごしてもそのまま寝かせておいてくれるくらいだ。それありえねえだろ、部屋住みが寝坊って。だろ、ねえよな。でもこの間寝過ごした時に兄貴がおにぎりと卵焼き作って待っててくれて、成人？卵焼き失敗しちゃったけどごめんって。いい人、マジ泣けるんだわ。そんなんだからさ、次から絶対寝坊しねえようにしねえとって思うわけよ。お前もそれ真面目だよな。大概のやつなら兄貴舐めてかかるようになるけど、ってそっか、あの人超武闘派だもんな。それ分かってりゃ怖くてできねえよな。そうかそうか、飴とムチだ。それはちょっと違うと思う。兄貴は俺らを大事に思ってくれてるのが分かるし、信用してくれてるのが分かる。それに多分兄貴は本当に寂しがり屋で、部屋に俺らがいるだけで満足してくれている。だから多少の抜けがあっても怒らないんだと思う。そんな兄貴だからこっちも気持ちに応えたくなるのだ。おい、スポーツバー行かね？でけえモニターあるとこあってさ。昼間っからやってんの？海外の試合流してんだよな。そしてその後も適当に安藤と街をふらつき。ここのピザうめえな。サイゼの安っぽいピザも好きだけどな。わかるわ。夕方、金に余裕あんならキャバ行かね？バレ、今日はもう無理だわ。これからカルチャースクール行かねえと。おう、頑張れよ。そして一旦事務所に戻り、兄貴たちにスクールまで送ってもらう。カルチャースクールで勉強、今日は韓国語だ。これ終わったら英語も覚えてえな。そして帰りはまた兄貴たちに迎えに来てもらい。コジは晩ご飯まだだよね？ヒロがビーフシュー作ってくれてるよ。やった、ビーフシュー。パンですか？ピラフ、お前好きだろ。ほらこれどうよ。おお、かっこいい。カジはそういうの似合うよね。そして夜は、兄貴仕事中？おう、スカイプで打ち合わせしてる。お前今日やることは？もうねえな。なんかするか？スマブラやろうぜ。せっかくの休みなのに飲みに行かなくていいのかよ。今日革ジャン買っちまったしな、これ以上無駄金使いたくねえわ。お、スマブラやってる、俺もやっていい？こんな感じで。電気消すぞ。お、俺の休日は終わっていくのである。なんか思ってたのと違うんだよな。何が違うんすか？これじゃ普通のマイルドヤンキーの日常って感じじゃん。もっとおかんぽくなるの期待してたわけよ。それはだから小説でやったじゃないすか。じゃあこれが受けたら次はヒロな。気持ち悪くなりませんかね。だからそれどういう意味で言ってんだよ。兄貴のストーカーの日常になるじゃん。なんねえよ。ご視聴ありがとうございました。裏世界ラボ別館、今川動画製作所のチャンネル登録と高評価もどうぞよろしくお願いします。